前半終わって、もうちょっとこれ日陰、ハーフコヨーテコース終わって、萌香プロが40、竹内さんが42、マッチプレーは7ホールハンディをもらって、ハンディホールもらって3アップだそうです。次は、エルドラドコースです。ちょっと逆光になってしまいますが、長いパー5ですね。後半10番ホールです。風は止みました。ちょい左ドッグ、ナイスショットです。フェード10番ホール竹内さんのティーショットです。ちょっとドローかけた方がいい感じの左ドッグレッグです。いいショットですね。右奥のバンカーの方向です。パー5の2打目です。あら、ちょろりました。ちょろりました。野球でいう、セカンドゴロぐらいですね。ロングホールセカンドショットです。何番ですか？はい、5番ウッドです。さっきシャンクしたんで、はい、シャンクしないようにします。ナイスショット。フェードしないで、あると思うけど、珍しく左に行きました。3打目、はい、竹内さん2打目ミスって5番ウッド、3打目189残してます。2打目のミスが痛いです。スレイしたからちゃんと最後までボールを見て、チーピン系なのでグリーン左に落ちてると思います。101です。101ヤード。萌香プロの2打目はここに来てます。グリーンまで101ヤード。こっから3打目になります。ちょっと風が出てきた。ナイスオン。モイカプロは3打目、2メートルちょい、3メートルぐらいですかね、に3オンです。竹内さんはチーピンで大きく左に曲げてグリーン左奥。竹内さんの4打目、エッジから旗が近いので非常に難しいショットです。ワンクッション入れて、止まっちゃった。残念。止まった。いい感じだと思ったのに。竹内プロの、竹内アマの5打目です。パターでいきます。うまっ、うまっ。10センチ足りずボギーです。いいでした。萌香プロ3打目ここに寄せて 2.5 メートルぐらいでしょうか。バーディーパットです。あ、思ったほど曲がらず、 OK、 パーです。エルドラドコースの2番ホールパー3です。12番ホールですから、11番ホールということになりますね。153ヤード。ちょっと逆光で映しづらいんですけど、153ヤード。何番で打ちますか？7番で打ちます。これは全部手前が崖になってます。ナイスです。ピン左ですね。左ナイスオンです。
ナイスオン、ナイスオン。竹内さん153ヤード7番アイアンで心持ち追い風かもしれないですね。ただドローしか打てない。ドローで、おお、これはドローかけるといえどもいくらなんでも右すぎで完全にグリーンを外れて右奥です。手前に落として、これはエッジから旗が近いので難しい寄せです。竹内さんのティーショットはグリーン右セカンドショットになります。ふわっと上げたけどちょっと右すぎて、あ、弱い、あ、やばい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 、馬脚を表してきた。竹内さんの2打目がここでパー3の3打目になります。この前教えてもらったモイカプロに教えてもらった手で打たない、まあ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 だけどちょっと上に次のパットが下りになってしまいそうです。モイカプロティーショットここに持ってきてます。バーディーパット。ショート。ちょっと50センチぐらいショート。竹内さんから OK は出てません。竹内さんのボギーパットです。ショートは。ショートは入らない。ダブルボギーです。モイカプロ、60センチのパーパットです。ナイスパー。はい、ここは、後半の3番ホールです。まっすぐですね。風はあんまり強くないですね。あ、ちょっと向かい風、右に転がりそうやから左に。ナイス、もうナイスショー。言った通りの、言った通り、ど真ん中。ドローかかってフェアウェイセンターです。はい、アゲンスト157ヤード7番ユーティリティでセカンドショット打つそうです。お、いいよこれ。ドローかからない。あー、ちょっと届かずバンカーに入りました。130ヤード何番でいきますか。ちょっと左からの上げポイント1番の、はい、抑え気味で、はい、8番の抑え気味のショットでいきます。130ヤード風は左から吹いてます。ナイスオンですけどちょっと、あ、でも右に転がってきてナイスオンです。竹内さん2打目いい当たりだったけど届かず向かい風に負けてバンカーです。あー、シャンクシャンク、ちょっと右ですね。シャンキーでした。モエカプロは見事にここに2オンで5メーターほどのバーディーパットを残してます。竹内さんは10メーター近いパーパットです。しかも竹内さんはバンカーからここに乗せて次4打目パーパットです。残りは10メートル近くありますでしょうか。うーん、1メートルほどショートです。やばい。モイカプロ2オンでバーディーパットです。思ったほど曲がらなかったけど OK でナイスパーです。これ入れないと、入れないと3オン3パットですね。入れないとハンディがあっても引き分けらんない。
はい、ナイス2パット。真ん中狙い。はい。真ん中狙い。おー、ナイスショー。うん、ナイス。ナイス。これもいい場所。ナイス。後半の4番ホール、つまり13番ホール目のティーショット、モエカプロ、フェアウェイ左のバンカーに捕まってます。グリーンは頭で134ヤード。グリーン手前は大きなバンカーがあります。ショット当たり薄い感じで右に、右のバンカーに捕まったかもしれないですね。バンカー右端。じゃあ7番で144ヤード、7番アイアン、13番ホール。おお、かなり右から巻いて、かなり右ですね。ブッシュ、なんか 広そうなので大丈夫そうには見えるんですけれども、分かりません。モエカプロがバンカーじゃないかと言ってます。モエカプロも竹内さんも右のバンカーに捕まってます。あー、変な跳ね方しちゃった。いいショットだったけどアンラッキーで、最初のバウンドが変なところに。竹内さんも同じバンカーから3打目。いやー、ここはここ砂ない。あー、ちょっと大きい。ちょっと大きいです。グリーンエッジから3メートルほどオーバーです。砂がない。モエカプロ、バンカーからアンラッキーなバウンドでここまでしか寄りませんでした。4打目です。おお、来た。おお。サンドセーブパー出ました。砂1です。竹内さん、フックにしか見えないんだけど、これがエッジまではフックです。これが入れてパーです。これが入ってパー。ここからスライス、 OK、 OK が出てボギーです。パーとボギーでハンデホールで引き分けです。はい、14番ホールティーショットです。長いパー4です。おー、ナイスショー。ナイスショットですね。ちょっと右、綺麗な綺麗なフェード、強一です。問題なし。おー、ちょっと左にチーピン系、あ、跳ねてます。まだ跳ねてます。カートパスあたりですね。大丈夫そう。5番ユーティリティ194ヤード5番ユーティリティでセカンドショットです。おお、ずいぶん右に出しました。バンカー方向まっしぐらです。バンカーです。モエカプロ、ティーショットここまで今日一番というぐらいのいいショットで、残り150ヤードです。7番アイアンです。7番アイアンです。ちょっと左目に出て右に跳ねて、おお、ラッキー、おー、ラッキーのバウンドで右奥です。ナイスオンです。苦しい戦いが続いております。竹内さん、セカンドショット右に押し出してバンカーです。残り30ヤード以上のバンカーショット。あ、わあ、ちょっと下が硬くてホームラン、ホームランです。ちょっと砂が硬くて跳ねちゃったようです。竹内さんのバンカーからの3打目がグリーンオーバーでここに来てます。そこちきりじゃない、そこに行くよね。
これは、これはアンプレ、おナイスナイスです。これはアンプレアブルよりはるかにです。おお。はい、モエカプロ、ここに2オンです。バーディーパットです。竹内さんは次入れてボギーです。ナイスパーです。モエカプロすでにパーで上がってるんで、竹内さんこのボギーパットを入れてハンディホールで引き分けです。惜しい、惜しい、 OK が出ました。でした。ダブルボギー対パーでモエカプロの勝ち。